釣り子 TV です。何年かぶりにねハワイのジャングルに来てみましたよ。今日はねこのコンパクトなタックルで、釣りをしてみたいと思います。まずはねちょっと釣り場まで、このヤブコギというかジャングルコギしてね行かないといけないんで、釣り場に着いたらまた竿の方は説明したいと思います。じゃあ行ってみましょう。獣道があると、あいや水辺発見。はい、到着しました。じゃじゃじゃん。こんなねコンパクト装備で山の中に分け入ってきましたよ。ズームサファリ、アブのね新しく出るコンパクトロッドなんですけども、結構ねトラウト専用とかそういうわけじゃなくて、もう何でもござれ何でも使ってねっていうコンセプトみたいだから、でこういうね山奥なんで絶対短いレングスの方がいいだろうなっていうことで、今回4フィートのモデルね、しっかりつないで、これだったらこういう草とかがあってもそんなに取り回しが悪くないってことで、はい、ズームサファリで、まあねリールはねちょっと俺アフの持ってなかったんで、いつも使ってるコンプレックスね P ラインを入れてきてました。こんな感じの組み合わせでやっていきたいと思いますが、 P ラインで、で何を狙うのかっていうと、結構ねパーチとかいろんな魚、あとはねハゼの小さいやつとかがいるんですけども、今回狙っていこうと思っているのはスモールマウスバスね。なんとねハワイにね、スモールマウスバスがいるっていうことで、でルアーはねワームからプラグからいろいろ持ってきてみたんですけども、そうだな、あこんなんどうかな、ジョイクロの70ね、こんなちっちゃいやつでどうかなと思ってね、まあいろいろ持ってきたんでそこはお楽しみって感じですけども、極小スナップにつけてね、結構食べられてる餌がね小さいはずだからルアーも小型のやつを用意してきてみました。前ね最後に来た時はジョイクロの128で確か釣れたような記憶があるんですけども、やっぱりねちょっと128だとサイズが大きいなっていった感じだったんで、今回はジョイクロの70の、これはシンキングのモデルですね。で直結絡まっちゃうかもしれないけどね、直結で振り込んでみたいと思います。はい、こんな感じで準備完了。じゃあ早速ちょっと投げてみたいと思いますよ。
じゃあね、こんな感じのタックルでいろいろなところを探っていきたいと思います。来ましたよ、ジョイクロ70で軽流のスモールマウスバース。結構ね、ジョイクロ70をね、こんな小さいサイズだけどがっつり食ってくれました。いやー、このね、やっぱ短いレングスがね、ぶつからずに投げれるからいいね。はい、じゃあね、逃げてもらいます。ジョイクロ70とかもね、すごいキュッ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 ってね、小気味よくアクションできるから、ほんとただ柔っこい竿って感じではないね。まあビッグベイトとかもちろんそれはあれだけど、
わあ、食った食ったよ。よっしゃよっしゃ、うよ、お、でかい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 、よっしゃ来ましたぜ皆さん。うー、いいサイズ、おっしゃ、よし。はい、ジョイクロとズームサファリー、イエーイ。はい、釣れましたよ。ズームサファリとね、これジョイクロの70のシンキング、これをね、ドリフトさせて、こうファッファッファッギラって感じでね、いい感じでヒットしてくれました。じゃあね、こいつは逃がしてあげたいと思います。ダブルフックだけどね、しっかりかかってる。これ鬼がかりしてるからなかなかバレないよ。はい、こんな感じでね、渓流のスモール、ズームサファリで釣れてくれました。よく引いたこいつはね。じゃあ逃がしてあげたいと思います。はい、ありがとう、ジョイクロに来てくれました。はい、タックルですが、ズームサファリね、アブのね、こういった4ピースのマルチピースロット、ほんと短いんだけど快適に使えてます。ほんでルアーはジョイクロの70のシンキングね、これをこういった淀みに入れ込んで、こう、ね、そこのちょっとね、込み入ったところに入れて行ったり来たりさしてたら、このね、短いレングスがね、こういったところをちょん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 って誘うのにね、すごい便利に使えました。じゃあね、引き続き狙っていきたいと思いますよ。これね、直結の PE で、そんでスナップで繋いでて、で、こういうちょっとストリームのね、ややこしいところを打ちやすいように短めの竿でやってるんですけど、ここでね、今行ったり来たりしてたら、ゴーンって持ってったね。なんか引っ掛けられるところがあるとなおいいんだけど、ちょっと下まで入れ込むと警戒心解いて食ってくれたけどね。こんな感じでちょん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 で、トリプルフックからダブルに変えてるから、あ、ちょっとしたところだったら、あ、回収できるし、そんでもって、なんつうのかな、まあこういうところだから最悪差を突っ込めばいいかな、なんて感じでドリフトさせてたら食いましたよ。岩の下からファファファってやるとね、たまに見に来るんだけど、いやー、ここすげえなー、この岩なんか、水深もそんなにないけど、他が何にしろもうジャバジャバ歩けるぐらいの水深だから、ここでワーム入れたらちょっと効くかもしんないですよ。少しね、違う釣り試してみたいと思います。続く。